ラインハルツハーゲンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属す、町村である。この町は、ベーザーベルクラント南部のベーザー川沿いに位置しており、木組建築の町半ンデンから北に、約10キロメートルにあたる。この町は1971年に、地域再編に伴って、9世紀から12世紀にまで、 歴史を遡るバーケとフェッカーハーゲンの二つの村が合併して成立した。町の名前はその西側に広がるラインハルトの森に由来する。ベーザー側の堤防沿いにヘッセンカッセルホウハクカールのバロック様式の狩りの城がある。この町のかつての製鉄所ではドニュパパンやロベルト・ビルヘルム文前が働いていた。 ラインハルツハーゲン付近の模式地図側の結界と谷の拡張との絶え間ない交代がベーザー川上流域の風景を作り出した。古田川とベラ川との合流点から9キロメートル下流の谷が幅を広げた箇所の左岸側にラインハルツハーゲンがあり、右岸側には反ンデン市に属すヘーメルン集落がある。ここではベーザー川は ニーダーザクセン州とヘッセン州との宗教をなしている。この町は総面積1298ヘクタールで、ニーダーザクセン州との境界であるバーザー、川中ほどから、ラインハルトの森のガーレンベルクやシュタウフェンベルクまでを、含んでいる。町域は、フェッカーハーゲン地区の北の集落境からさらに3、キロメートル下流の旧ユースホステルまで伸びている。上流側は、 バーケ地区の南の集落、堺までである。ベーザー川の河岸に接する歴史的な中心地区の他に、ラインハルトの森の斜面には森との境界にまで住宅がある。バーケでアーレ川がベッカーハーゲンでヘーメルバッハ川がベーザー川に注ぐ。どちらの川もわずかに数キロメートル離れただけのラインハルトの森で流出する川である。ベーザー川は ハン・ミュンデンとト・バーとカールスハーフェンとの間は、ブラムバルト、ラインハルトの森、ゾリングといった、ブンテル・サガンの丘陵の隙間を流れていく。その成立史は、約2億5千万年前の中世代初期にまで、遡る。広い範囲の水系が、南から脆い砂をこの辺りにまで運んできて、沈殿させた。何百万年もの時間を経るにつれ層が重なり、 1000メートル以上の厚さとなった。この厚い層の下で荒い砂は砂岩へと固まっていった。その後、この新しい堆積岩の地盤は、再び平らにならされていった。ベーザー川は100万年前から現在まで、平均で1000年に20センチメートルの割合で、ブラムバルトとライオンハルトの森との間を削っていった。これによって、オードやロームで覆われた、盆地上の平地が形成された。 その上に位置するのが、バーケ、フェッカーハーゲン、ヘーメルンである。ラインハルトの森へ登る斜面は、薄い不要土層の下に、ブンテル砂岩を多く含んだロームの土壌を呈している。ラインハルツハーゲンは、カッセル軍に属し、しかしどの市町村にも属さないグーツ別力、ラインハルツバルトとニーダーザク選手州の反ミュンデンとの 間に位置しているラインハルツハーゲンはかつて独立した町村であったフェッカーハーゲンとバーケからなり、さらにバーケは中心地区とバーケ南地区からなる。これらの外にも小さな住宅地や産業地域がある。1980年代にフェッカーハーゲンとバーケとの間に新しい住宅地が造成された。ここにはベーザーラールハレ。 ミッテルプンクト州レイやスポーツ施設もある。冬のフェッカーハーゲンこの街は、ラインハルトの森によって湿った西風から守られている。これは、穏やかで乾燥した夏と秋をもたらしたが、冬には、ベーザー側の谷を北に向かって吹く冷たい風を遮る、ことができない。雪は、ラインハルトの森の斜面に位置する地域にだけ大量に、降る。一方、 ベーザー川沿いの平地ではそれほどでもない。1971年から2000年までの日中平均気温は、夏季には約摂氏17.0度、冬季には約摂氏2.0度であった。また、同じ年代の平均降水量は年間約 750mm であった。ベーザー川上流域の空気は、ことのほか正常である。平均粒子濃度は、 最も低い地域では空気1立方メートルあたり0から10ミリグラムである。バーケ地区は1965年12月12日にはすでにラフトカールトとして州の認可を受けた。フェッカーハーゲンは1969年12月18日にヘシッシャーファミリオンフェリエンルトと称した。少なくとも1978年までは有効であったこれらの称号は その後の社会資本の整備の遅れによって、帰り見られなくなり、現在では用いられていない。2003年洪水時のバーケの様子。水位は5.81メートルであった。ベーザー川の標準的な水位は、ラインハルスハーゲンでは季節によって35から110センチメートルである。源流の古田川やベラ川のほか レーン山地や中林源の森からの雪解け水や雨水によって水位は春になると定期的に大きく上昇する。これによってバーケやフェッカーハーゲンの川縁の道路が冠水する洪水が引き起こされる。自動車の通行は水位計が2.7メートルになると通行止めになる。1909年2月6日、ベーザー川の水位はフェッカーハーゲンで7メートル近くになり、 古くからの中心地区が水に浸かった。ビール醸造所や教会はボートでしか行くことができなかった。洪水は何日も続き、甚大な被害の原因となった。次の1929年1月1日の洪水では、バーケット、フェッカーハーゲンで水位は6.50メートルに達した。1943年5月16日から17日に、 かけての夜、エーダーこのダムが、イギリス軍の空爆によって破壊された。このダムによってせき止められていた幅70メートル、深さ22メートルの湖から1億6千万、立方メートルの水が本質した。高さ6から8メートルの津波が、エーダー川下流域を通り、古田川を経由して、最終的に、ベーザー川に到達した。この波は5月19日に、 下流のバーケやフェッカーハーゲンに到達した。この間近に迫った事件を知らされていた住民たちは、全財産を失うことを免れた。ただし、工作地の被害は甚大であった。1946年2月、1981年3月12日、1993年12月23日、1995年1月24日と31日。 2003年1月に、それぞれ推計は明らかに5.50メートルを超えたが、1909年の記録を更新するには、至らなかった。超域の約5%が自然保護地域に指定されているが、それは主にヘーメルバッハの渓谷と周辺の多くの森である。集落の周辺は主にラインハルトの森の多く、ブナ。 頭皮の森で形成されており、一般的な草原の植物以外に特別なものはないが、動物に関しては普通ではない。ここには両生類が多く生息している。1997年の研究では5000匹以上の移動性のヨーロッパヒキガエル、イモリ、カエルが確認された。ファイアサラマンダーはこの地域では珍しくない。1925年に、 フェッカーハーゲンから近いラインハルトの森の第1840、42地区でヨーロッパオ来ライの産卵地が見つかった。小木ジバと森袋、ワシミミ水ク、セアカモズが町域内で観察され、アオサギやシュバシコウなどと同様に数年前からは再び巣を作るようになった。近年ではカラスの大群が農業被害をもたらしている。 カッセル周辺地域のアライグマ生息数の拡大は、ラインハルツハーゲンにも波及し、住民にも迷惑がかかっている。バーケやフェッカーハーゲンが位置している谷間の盆地は、早くから森が開かれ、人が定住していた。バーケの石符やヘーメルンの石鹸といった石器時代の出土品がこれを証明している。しかし、キリスト教系以前の文献資料は残されていない。 12世紀には、バーケやフェッカーハーゲン周辺の谷間の盆地には、この他に8つの小集落があったと記録されているが、それらは30年戦争の前に廃村となったり、国境の村は解体されたりした。これらの集落名は、現在、小畜名として残っている。フェッカーハーゲンの北にあるハルトメルデンやハーボルディス戦、フェッカーハーゲンとバーケの間にあるカルテンホーフ。 バーケの南にある、ホローデ、ホッテンハウゼン、レーネベック、ニーダーハーゲン、アルトミュンデンである。バーケ・バーケ地区816年に、ヘクスター近郊に創設された、コルバイ修道院は、ベネディクト会修道士の活発な布教活動により、ベーザー川上流域に、かなり広い土地を所有していた。修道院に対してなされた自由地の造詣に関する、コルバイ修道士による、 記録集であるコルバイアートラディションにはファカあるいはファータという村が822年から891年までの記録に現れている。バーケの最初の記録は1970年まではアンナ・シュレーダー・ペーター・ゼンヘルムーといエーガーの論文により978年以前とされていたがビンツェンハウゼンの歴史家カール・アウグスト・エックハルトは ストゥディア・コレバンジアの中で、バーケの最初の記録は866年であると主張している。バーケからほど近いヒルバルスハウゼン帝国修道院の創設に伴って、この女子修道院は960年から寄進や開拓によって、ベーザー川上流域に広大な土地を所有することとなった。1003年には、バーケにも修道院の土地があったことが文献に記録されている。 しかし、ラテン語で書かれたこれらの詩編には、長い時代にわたる互いに無関係な出来事が書き記されており、一見短い期間での出来事であるように濃縮されている。ここから歴史家カール・エイ・ク・レイ・シェルとハンス・バルター、クルム・ビーでは、最初に記録された起進は965年であると推測している。州立マールブルク文書館は1978年に、 コルバイトラディッションを活用して、バーケは、もっと以前から言及されていると結論付けた。バーケの最初の言及は、コルバイトラディッションには、詳細な日付はないものの、エックハルトによる精密な調査の結果、その年代は866年と算出されたので、ある。フェッカーハーゲン、フェッカーハーゲン地区、フェッカーハーゲンという集落名は、 この集落の創設が13世紀末の開拓期であることを示している。当時創設された大部分の収録の語尾にハーゲンがついていた。この集落の名は1297年のビッツェンハウゼン商人ギルトのラテン語による寄付行為書に初めて記述されている。この中にヘンリーカスでフェカー・シェジョンという織物商人の名前があり、 1575年のこの文書の写本では、ハインリヒフォム・フェカーン・ヘーガンと翻訳されている。織物商人の名前であることから、フォン以下が、貴族の加盟ではなく、地名であることは明らかである。ハインリヒの住んでいた村、フェッケルンハーゲンはそれより何年か、前からあったことは確かであろうから、集落の建設は1270年から1280年の、 シェーネベルクの開拓期に由来するとされている。シェーネベルク家は、マインツのホーフガイスマー中流部隊との戦いで、この村の所有権と影響力を創出し、1272年から、ラインハルトの森周辺の開拓により、所有地と大関係を、再び獲得した。この頃の八つの入植地が設けられ、その中には、現在のフェッカーハーゲンに近いホーローデーや、 ハーボルディッセンといった現在では存在しない集落がある。1278年にコンラート・フォン・シェーネベルクが開拓地、ホローデをヒルバルツハウゼン修道院に寄進した。このことは文献で裏付けられている。フェッカーハーゲンがいつ成立したかも明確ではないが、おおむねこの時代に成立したのであろうと推定されている。文献に記録されたは、 バーケやフェッカーハーゲンの領主の名前は、所有関係の変遷と両村落の成立に関する情報を提供している。バーケの領主として、1247年に、ルドルフ・フォン・ウッケン、1272年に、ルドルフ・フォン・ダッセル、1273年に、マインズ大司教ベルナー、1288年に、エーファー・シュタイン博夫6世。 1290年に、マインツとブラウンシュバイクの共同所有と記録されている1304年から、現代まで、ヒルバルツハウゼン修道院が、そのおじ主である。1343年には、騎士のハインリヒ・フォン・シュトックハウゼン、フェッカー兄弟やヘッセン・ホーハク・ルート・ビヒも、土地を有していた。1348年から1406年まで、アルブレヒト・フェイカーとライナー・フェイカー、 ラインハルト・フェッカー、グーデンブルク・ハク、ランベルト・フォン・シュトックハウゼン、ラムプレヒト・フォン・シュトックハウゼン、ヘルムブラート・フォン・シュトックハウゼン、ヘッセン・ホー・ハク・ヘルマン・二世、ハインリヒ・フォン・ハルデンベルク、ディートリヒ・フォン・ハルデンベルクが、諸領大長に登場する。1445年、騎士のゲオルク・フォン・シュピーゲルとヨハン・フォン・リン・ミンチン・ゲローデが、率いるパーダーボルンのクルーケンブルク中流部隊は、 ブラウンシュバイクとヘッセンとの共同統治地区であったバーケを焼き払った。1538年にブラウンシュバイク公営リヒ一世とヘッセン砲白、フィリップ一世はバーケとヘーメルンの土地を交換した。これによりバーケは完全にヘッセン領ヘーメルンは完全にブラウンシュバイク領になった。フェッカーハーゲンはもともと農場、あるいは牧場、あるいは 林園であった。バーケを本拠とする、下級貴族出身の自由農民、フェッカー家が、霊園領主のシェーネンベルク家の下で、多くの林を開拓した。この農場は1342年に、当時の所有者、シュトックハウゼン騎士家から、ヘッセンホーハクルートビヒに譲渡された。その広さから、この記述が村を表現していることは明らかである。 フェッカー騎士家は1400年以後まで引き続き霊園としてこの村を治めた。フェッカーハーゲンの歴史的発展にとって重要なのは1430年から1431年にヘッセン砲白ルートビヒによってベーザー側の河子に直接面して堀で囲まれた城が築かれたことである。この城は防衛力となり村の発展を促した。 ニーダーザクセンヘッセンの古い貴族である、シュトックハウゼン家は、フェッカーハーゲン城と呼ばれる、この城のヘッセン炮白の城代として再興した。1431年から1500年まで父親の、ハンス・フォン・シュトックハウゼンと息子のハンス及びハイン・リヒが、最終的にはハンスが単独で城の管理を行った。マインツ司教とパーダーボルン司教とのフェーの完結に、伴って、 1462年にアムト・フェッカーハーゲン本来の軍事上の目的が達成された。ただし、それが人生化したのは1550年頃になってからである。城の改修には注意が払われず、この城は比較的短期間で荒廃していった。フォンシュトックハウゼン家一門はアムトの廃止後もフェッカーハーゲンに土地を有していた。 これは1551年のギーゼルベルダーの土地台帳や1570年と1587年のザーバブルクの土地台帳に記述されている。1750年にもまだ、ウェッカーハーゲンに広さ14アッカーのシュトックハウゼン家の荘園があった。ウェッカーハーゲンとバーケの1841年の地図30年戦争は、バーケも無傷で通り過ぎてはくれなかった。 教会の長堂は何度も既存され、そのために何度も修復工事を行わなければならなかった。現在の角材の平ら天井は1659年に作られたものである。1666年、フェッカーハーゲン西のラインハルトの森の端に製鉄所が建設された。17世紀末、カール・フォン・ヘッセン・カッセルは古い城に隣接して、 バロック様式の上官を建設した。この上官と、そのご領地には、ベルンホルト帝国博クリスティアーネが亡くなる1770年まで、住んで、管理していた。その後、この財産は、ヘッセンカッセル砲白フリードリヒ2世に返還された。ナポレオンによる、ベスト・ファーレン王国時代には、フェッカーハーゲンにベッカーハーゲン関東の行政機関が、置かれた。1810年に、 カッセルの染料工場主ハービヒは、狩りの城を手に入れ、古い城塞の跡地に製造施設を建設した。ハービヒは、染料に用いる活端の採掘を、1842年に、ガーレンベルクで開始した。1830年から1870年までの間に、住民の多くがバーケやフェッカーハーゲンを離れ、北アメリカ、チリ、ジャマイカへ移住した。最初は、 ほとんどが独身者であったが、1845年の食糧危機以降は家族での移住が多くなった。1848年にカッセルからフェッカーハーゲンへの定期的な郵便馬車が開通したが、1899年に再び廃止された。1927年から初めは乗り合いバス、後には郵便バスがこの区間を結んだ。 1933年まで一部が占領工場に利用されていた。旧城祭は1914年に火災に遭い、再建されなかった。第一次世界大戦の初めに、フェッカーハーゲンとバーケの住民も帝国軍に徴兵され、その大部分が戦場から帰還しなかった。バーケ住民の36人、フェッカーハーゲンの66人が戦没した。 1919年から1933年までのバイマル共和制時代には特筆するクライマックスのないまま経過した。1933年から1945年まで国家社会主義の思想はベーザー川上流域ではゆっくりと浸透していき、フェッカーハーゲンには1936年になって到来した。当時の村長ハインリヒベッカーは 地方支部長として NSD オッピーに入党し、これにより支持権限を持つ幹部が党から派遣されることを回避した。1939年から製鉄所は軍需工場に指定された。両村落の男性住民の大部分は徴兵され、帰ってこなかった。第二次世界大戦では、1940年夏の西部侵攻とその結果のベルギー、オランダ。 北フランスのドイツ軍による占領後、バーケの市民労働者収容所に主にフラマン人とワロン人の629人の外国人が収容され、一部はシェーネベックのユンカース文工場のための研修生として、はじめはゲッピンゲンの精密機械工場で訓練を受けた。その後、バーケの市民労働者は製鉄所や林業、農業にも就労した。バーケとは、 対照的に、フェッカーハーゲンは、第二次世界大戦の終わりに、戦闘の巻き添えとなった。1945年4月5日の晩、ホーフガイスマー方面から近づいてくる戦線の放火が、近くされた。後兵は、ヘーメルバッハ川上流域の多くの波軌道に、対戦車バリケードを設けた。その夜、配送するドイツ国防軍の兵士が、ラインハルトの森を通って、 フェッカーハーゲンに現れた。このうち36人が住民にかくまわれた。残りは目撃証言からベーザー川を泳いで渡り、ヘーメルン方面へ逃走したと推測されている。かくまわれた兵士たちは若い住民たちの助けで4月6日の早朝に貨物船でベーザー川を渡された。その後の逃走の天末は不明である。 逃亡を補助した若者たちに対して国民突撃隊の軍指導者やヒトラー有限との指導者は死刑を要求したが村長のハインリー・ヒベッカーの弁護のおかげで逮捕されるにとまった。ほんの数時間後にバーケやフェッカーハーゲンの森周辺にアメリカ軍の偵察隊が現れた。砲兵隊がラインハルトの森のすぐそばに陣を構え短期間ながらフェッカーハーゲンを砲撃した。 民間人から2名の死者と1人の重傷者が出た。村長ベッカーに率いられた白旗を持った代表団がアメリカ軍を出迎え戦闘行為なくこの村を明け渡した。これにより戦車、自走砲、不評はベーザー側まで前進した。ヘーメルンに配備されていたドイツ国防軍の大砲はフェッカーハーゲンを砲撃し家や城に命中した。この大砲は 短い砲撃戦の後、破壊された。アメリカ軍不評部隊は、その晩遅くに、フェリーでヘーメルン川に渡り、この村を確保した。1945年4月7日に、アメリカ軍第104不評師団は、フェッカーハーゲン、ヘーメルン付近に迅速に作られた浮橋を通って、ベーザー川を渡った。二日に晩に渡ってせき止められていた戦車をはじめとする。 軍用車両がフェッカーハーゲンを通って、ヘーメルンに集結し、ゲッティンゲン方面に進行し、1945年4月8日の、市中にこの町を占領した。第二次世界大戦の唯一の遺物が、集落西側の森の端に残る堀りである。バーケにもフェッカーハーゲンにも、第二次世界大戦の戦没者や、行方不明者を記念する記念碑が混流されている。 バーケでは98人、フェッカーハーゲンでは154人が追悼されている。1945年以後終戦直後、1000人以上の追放された人々が流入し、両村は宿泊地を見つけねばならなかった。初めの仮住まいの後、活発な建築活動が始まった。町が企画し、3つの建設業者と国民銀行や貯蓄銀行といった。 金融業者がこれを実現した。人々は観光や経済発展に関して既存の質的特徴を徐々にうまく考え出していった。その発展については後述する。堂々とした古城市は1967年に火災の犠牲となった。残った基礎壁は占領会社の工場や倉庫を拡張する際に利用された。 1936年までの共和制の後、NSD オッピーに所属する、フェッカーハーゲン村長ハインリヒベッカーは1945年4月9日に、スピード事務長のベルンハルト・ビルヘルムに、村長職を交代した。バーケでは1948年に、リハルト・ペルツがこの職に就いた。共に、スピードの夫ティアスとエルヴィン・シュックが、 1970年12月31日の合併までそれぞれの主張の職にあった。かつての村長ベッカーとペルツの子孫は町議会で活動していた。バーケの村長エルビンシュックは1971年に新しい自治体ラインハルツハーゲンの町長に就任した。町議会は1971年1月12日の第1回町会議員選挙後、 スピード9議席、c d デ3議席、ウワグ3議席で発足した。エルビンシュックの公認には、1984年に、長議会議長のロタール・メルクビルトが、長長職に就いた。彼は1996年のヘッセンで、初めての直接選挙による、長長選挙でも当選し、さらに2002年にも投票で再選されている。2008年には、 メルクビルとあり候補せず、フレート・デッドマーが後継者に当選した。ラインハルツハーゲンの町議会は23議席で構成されている。この町の行政は2つの地区の行政庁舎を使っているが、自治体の首脳部はフェッカーハーゲンの庁舎に置かれている。町議会はベーザーハレで開催されている。1750年頃、フェッカーハーゲンと バーケには合わせて1228人が住んでいたが、1850年頃には、すでに2300人を超え、1950年には、約3500人に達した。2005年までに、人口は5200人を超えている。2010年半ばの時点でラインハルツハーゲンには、4798人が、住んでいた。ラインハルツハーゲンの紋章は、 町の公式の旗と共に1978年6月14日に認可された。紋章と旗のデザインはクラウス・ギュンターのデザインに基づいている。紋章の基本色は白と緑である。紋章にはラインハルトの森で見られるような典型的な樹高の高い樹齢何百年もの多くの老木が描かれている。多くには12枚の葉がある。このうち11枚は この居住地域の原型となった古い集落を表現している。先端の一枚が新しい自治体を象徴しており、その両側のどんぐりがフェッカーハーゲンとバーケの二つの地区を示している。多くの木が白い地面に根を張っているが、これは海抜472.2メートルに達するラインハルトの森の冬らしい山を表現している。 ベーザー川沿いのバーケの街並み領地区には様々な時代の数多くの木組建築がある。その多くは装飾豊かでのに格言が書かれている。かつての漁村のベーザー下半では一部に北ドイツの影響が見られる木組建築が幅30メートルの下半の遊歩道を縁取っている。この建築の列の中に13世紀建造のプロテスタント教会もある。 ペッカーハーゲンでは、教会の周りに木組建築が集まっており、部分的に密集したアンサンブルを形成している。特に目立つのは、18世紀前半に建てられた、アルブレヒト一家の古い3階建ての農家建築で、現在のアムツシュトゥーベである。バーケのプロテスタント教会は、ベーザー下半の老木軍のもとに建っている。この高キロマネスク建築は13世紀半ばに、 建設された。この石造りの防衛協会は四角い小さな斎藤を有している。これに同じ幅の長堂が接続し、これよりやや狭い四角い内人室を有している。南側の木材で枠組みされた二つの入り口は1678年に作られた。長堂のボールとは30年戦争で破壊された。 天井の一部と二箇所の壁だけがオリジナルのまま残されている。縦の両と中央の支柱を持つ角材を剥き出しにした。現在の平ら天井は1678年に作られた。1937年に露出された壁は1400年頃の中ブライン様式で創作されている。これは壁にジュナン図を描いたものである。ボールトの下には最後の審判。 聖母の体幹、福音書記者の象徴、聖ペペロと聖ステファノの像が描かれている。北側の窓やクリアストリーの窓には、聖人が描かれている。1643年に制作された、内人北側の窓は、羊の群と羊飼いが描かれている。ウェッカーハーゲンの教会は1778年から1780年にかけて、後期バロックから、 古典主義様式への移行期の様式で建設された。この建物は、砂岩で装飾された十字型の木組建築で、中央に、ボンネット型の屋根をいただいている。内部は三方に二階席を有する長道ホールとして、形成されている。二階席の席中は同時に、教会の屋根を支えている。階段は、空間的に分離された十字の横木部分にある。オルガンは、 高キロココ様式で作られており、1787年に、ヨハン・ステファン・ヘイレンによって制作された。フェッカーハー現状は、バロック様式の山翼式建築で、ベーザー側の堤防近くに位置している。この城は、1430年から1431年に、建てられた、古い城塞の近くに、ヘッセン・イカッセル・ホーハク・カールの命令によって、 狩リの城として建設された。文献によって建築年に移動があり、1683年と1694年との間で議論となっている。建築家はおそらく、ポール・ジュライ、または、ヨハン・コンラート・ギースラーである。この城とこれに付属するご領地は18世紀に、カールの愛人であったベルンホルト博、バーバラ・クリスティーネのものとなった。1720年に、 彼女が亡くなった後、この財産は、ヘッセン・イカッセル・ホーハク・フリードリヒ二世に返却された。ベスト・ファーレン王国時代の1810年には、ジェローム・ボナパルト王から2000帝国ターラーで、カッセル出身の起業家ファミリー、ハービヒケの先祖に売却された。この城は隣接する染色工場も含めて、彼らの所有である。フェッカー・ハーゲン製鉄所1666年に、 クニックハーゲンの製鉄所は閉鎖され、フェッカーハーゲンに移転してきた。機械工場、鋳物工場、ローゼンハウスを呼び、フェッカーハーゲン鉱山管理局からなる製鉄所の建物群は、ラインハルトの森の東斜面、カッセル通りの上端にある。宝白立、フェッカーハーゲン製鉄所は、シュバルム川、エーダー川、フルダ川、ベーザー川の水路を通って、主に、 ハッダマーから鉄鉱石を運び入れ、1903年まで、高付加価値の多彩な製品を生産した。この製鉄所からは1834年にすでに、芋のカタログが出版された。ここでは主に暖炉のレリーフ板、芸術性の高い作や、広く普及した、フェッカーヘーガーオーブンの一部が鋳造され、ブレーメンを経由して、スカンジナビアやアメリカ合衆国の顧客に供給された。 ドニパパンは1706年頃に、ここで世界で、初めての蒸気シリンダを鋳造した。1838年には、ロベルト・ビルヘルム文前は、コールガスとコール反応の科学的、物理学的性質を、初めて調査した。この施設は閉鎖後1955年までは空き家で、その後1991年までは、ベーザー・ケミカルが利用していた。 この会社はここで広く普及した、ライオンの足型がついた植木鉢、フェッカーヘーガーテプフェを生産していた。現存する、製鉄所施設は、ヘッセン州文化財保護法に,に基づいて保護されており、今後は、エコムゼウムラインハルツバルトで重要な役割を担う。公園風の施設は、バーケにもフェッカーハーゲンにもある。両地区のコンサートパビリオンでは、 ルフトクアオルトの称号が廃止されるまでは夏季には、毎週演奏が行われていたが、現在では、散発的に行われるだけである。フェッカーハーゲンの森の近くにあるかつてのホテル、フェルゼンケラーにもう一つ、音楽パビリオンがあるのだが、現在は荒廃するままになっている。フェッカーハーゲンの下半のプロムナードには高さ3メートルの石碑、ブランバがある。 これは、ベーザー川対岸のヘーメルーンの高台にあった、ブランブルク城の伝説上の女城主の名前である。毎年8月の、第1週末に開催される、ラインハルツハーゲン消防団の、ベーザーベロイヒツウングは、全国から集客力のある行事で、ベーザー側のアゼで、バーケとフェッカーハーゲンとが交代で開催している、大規模な催しである。夕暮れとともに、 バーケから何百という灯籠がベーザー側に流され、光の絨毯のように、両地区と何千人もの見物客を照らし出す。この催しの最後には、対岸のヘーメルンの歌詞で打ち上げ花火が行われる。毎年8月の第3週末には、バーケで、ウンタードレーシュ出展が開催される。この住民祭は、金曜日から月曜日頃まで続く。フェッカーハーゲンでは、 第2アドベントの週末に、バイフナウハツシュティンムングと呼ばれる、クリスマスマーケットが開催される。またベーザーハレでは、地元企業がその事業活動を紹介する、産業ショーが営業組合によって2年に一度開催されている。模型工作クラブリリエンタールは、毎年夏にフェカーハーゲンの北にある、模型飛行場で、模型飛行機の日を開催している。アーレブルスト。 ラインハルツヘーガー・シュトラッケはこのバリエーションである。1587年にはすでにフェッカーハーゲンにビール醸造権が与えられていたことが記録されている。製鉄所の近くにあるフェルゼンケラーは教会広場に面したビール醸造所が所有するラインハルトの森の斜面に築かれた倉庫であり、現存しているものの現在は使用されていない。 1897年から行使されていなかったフェッカーハーゲングロビールの醸造券は1997年から復興され1998年にドルトムントの品評会で1位を獲得した。名物料理にはラインハルツヘーガーシュトラッケがある。これは天然の蝶で作ったメットブルストを数ヶ月かけて自然乾燥させたものである。これは ヘッセン北部で広く食されているアーレブルストのまっすぐで厚い変種である。現在のラインハルツハーゲンの長域における経済発展とこれに伴う社会資本整備、さらには初めはゆっくりと第二次世界大戦後には急速に起こった人口増加はベーザー側の通称路によってこのかつての田舎町にもたらされた。製鉄所、活旦採掘。 染色工場、タバコ工場、気工業が18世紀末から20世紀初めの発展の大部分を支えていた。バーケット・フェッカーハーゲンは1911年には水道、1919年には電話線が整備された。これは二つの小さな集落にしては極めて異例なことであった。しかし、天然ガスが供給されるようになったのは1990年代の。 末になってからであった。地質学的な事情から19世紀末になるまで、この谷に孤立して並んで位置する集落に交通は整備されなかった。1342年にベーザー川を渡る歩行者、専用フェリー、1866年に自動車用のフェリーがフェッカーハーゲンに設けられたが、これは集落間の往来において重要というだけであった。 整備されていない道路と引き船道がベーザー川沿いに、下流のギーゼルベルダーに通じていた。ベーザー川上流側のミュンデンへは、引き船道があるだけで、1700年頃に、ラインハルツハーゲンを経由して、インメンハウゼニへ通じる、森の経営、インメンホイザーアルテ・アイセンシュタインベクが設けられた。初めての整備された道は1791年に、 ヘーメルバッハ側の谷を通ってザーバブルクカッセルの通りに通じる森の道で多くの並木道として整備された。鉄道は谷には狭いな場所が多くあるため避けられた。ただ、ベーザー側の水路が早くも中世からミュンデンとブレーメンを結んでいた。連邦アウトバーニエ7号線のヘーデミュンデン、ベラタールインターチェンジは ラインハルツハーゲンから 19km 離れており、ベーザー川、ベラ川沿いに走る、連邦道 b 8 5号線を経由してアクセスできる。南方向へは、20km 離れた距離に、ハンミュンデン・ルターベルクインターチェンジがある。ベーザー川沿いを走る、連邦道 b 8 5号線は1892年に建設された。この道路のために、 ところどころで川沿いにまで迫った山が改札され、切り出された岩海は森土に利用された。このベーザー通りの建設後、山の斜面はそれ以前に比べて明らかに急春になり、1980年代末までは、交通障害を引き起こす土砂崩れがたびたび起こった。1981年から1982年の冬に B80 号線は、 ラインハルツハーゲンの南北で同時に土砂に埋もれた。フェリーも、ベーザー川の洪水によって運休せざるを得ず、最後までつながっていた、ラインハルトの森を越える道も大雪のために、通行不能となった。このためラインハルツハーゲンは、数日間、交通不能に陥った。1987年のハンミュンデンと、ラインハルツハーゲンとの間で起こった土砂崩れでは、 ゴッツトロイからの木材運搬車がベーザー側へ押し流された。この貨物運搬車の運転手はこの事故で亡くなった。このため、b 8 5線は1990年まで封鎖された。急斜面をコンクリートアンカーで固定し、鋼鉄製のネットで覆い、樹木を刈り取ることで土砂崩れを克服した。b 8 5線の通行は洪水によって妨げられないように。 集落内のルートは、かつての洪水の水位よりもはるか上に設けられている。これよりも危険なのは、フェッカーハーゲンとバーケの間に位置する、新興住宅地を通る低い部分での地下水位の上昇と関連した洪水である。ここでの河川の水位上昇は、心配ない。ラインハルツハーゲンを通って流れるアーレ川や、 ヘーメルバッハ川も巧みな河川改修のおかげで今まで洪水を起こしたことはない。フェッカーハーゲンのフェリー現在2000年に収益したフェリーが終日ヘーメルンとの間で運行しておりそこからドランスフェルトを経由してゲッィンゲンへ行くことができる。このフェリーは環境に優しいモーターを使わないギアザイル式フェリーで乗用車8台までを運ぶことができる。 とかの所要時間は4分である。総重量16トン以上の乗り物は、このフェリーでは運ぶことができない。1967年3月31日、当時はこの制限がなく、今よりも小さなフェリーが使われていたのだが、生コンクリートを積載したトラックミキサがフェリーを傾けた。トラックミキサは、ベーザー側の脇に横転し、フェリーは沈没した。 この事故により、ドイツすべての小フェリーでトラックミキサの積載が禁止された。1937年にはすでに、水深3.5ミリメートルのところで木材を積載したバ車が、フェリーから転落する事故が起きた。その原因は騒いだ馬と、6トンのブナの木に安全差が断絶したためとされた。馬と、積み荷は回収されなかった。連邦8号線沿いに、 ハンミュンデンからバート・カールスハーフェンに至る自転車道が2001年に整備された。これはハンミュンデンからブレーマーハーフェンまでのベザー自転車道の一部であり、この区間はベザー側の両側を通っている。ラインハルツハーゲンの最寄りの駅はハンミュンデンにある。ここからは1時間ごとにカッセル中央駅、ゲッティンゲン、エアフルト駅の列車が発着する。 カッセルレギオトラムが将来的にはハンミュンデンまで延伸される予定である。ラインハルツハーゲンからの公共交通機関では B80 号線を通ってハンミュンデンやラインハルツバルト通りを利用してホーフガイスマーへ直接行くことができる。ベーダーバスが毎日バーとカールスハーフェンまで運行している。ラインハルトの森からの多くの遊歩道が ラインハルツハーゲンを経由している。この遊歩道を使うと、例えば、ガーレンベルクへは1時間、ハンミュンデンを見下ろすティリー・トリデへは3時間、ザーバブルク上へは4時間の行程である。歴史的に重要なのがフェッカーハーゲンから、ゲーレンベルクの旧葛丹採掘場まで急斜面を最短コースで登るベルクマンプファートである。コーフラは、毎日この難儀な道を通って、 仕事に向かったのである。ベーザータール広域遊歩道もラインハルツハーゲンを通っている。ラインハルツハーゲンから約24キロメートルの場所にカッセルカルデン空港がある。この空港は近々地域空港に拡張されることになっている。最寄りの営業している地域空港はパーダーボルンにある。 ラインハルツハーゲンのルーカス・ロシウス・シューレは1970年10月17日に中央の学校として開設された。これにより古い村の学校は不要となり、バーケの学校は再利用され、フェッカーハーゲンの学校は取り壊された。この新しい、もともとは総合学校として企画された基礎家庭、本家庭学校は、バーケとフェッカーハーゲンの中間に位置している。 本来の学科科目に加えて、ビオトープ学習が組み込まれている。これは、住宅地と農地との間の自然豊かな移行地域や、ラインハルトの森の広大な森林地域の自然環境により成立する授業である。住民の約80%が、プロテスタント15、15%が、カトリック5、5%が、その他の宗派である。 マーケットフェッカーハーゲン両地区で一つの教会組織があり、それぞれの地区にある古い教会で日曜日ごとに交互に祭事が行われている。福音派自由教会は150年以上の伝統を持ち、フェッカーハーゲンに独自の教会道を有している。ローマカトリックの小さな教会組織ザンクトビークベルトは第二次世界大戦後に 主に故郷から追放された人々によって形成された。この教会組織は1958年にフェッカーハーゲンに新しい教会堂を獲得し1973年にこれを新築した。この建物は1958年以前はプロテスタントの祭事に使われていたものである。この比較的小さなラインハルツハーゲンには8つのスポーツクラブ、 4つの文化クラブ、8つの救援組織があり、ドイツ労働組合連盟、連邦軍予備兵振興会、鳥類保護連盟、スポーツフィッシング連盟、電書場と飼育連盟のそれぞれの支部グループもある。かつては別々の2つの消防団は、1924年と1926年に、それぞれ職業消防隊を組織し、1980年に、バーケット、 フェッカーハーゲンとの中間に新しい消防署を建設した。リリエンタール模型工作グループは1968年から街の北外れに模型飛行機の飛行場を運営している。1972年に第1回模型飛行機の日を開催し、それ以後毎年この催しを行っている。ラインハルツハーゲンは多くの小さな産業地区を有しており、 製材所、運輸、バス会社、建設業者、リサイクル業者、スーパーマーケット、その他のサービス業者がある。かつて4軒あったガソリンスタンドは現在1軒だけがバーケ地区に残っており、自動車工場も1軒だけある。2軒の薬局と8軒の診療所が医療を提供している。フェッカーハーゲンには老人福祉施設がある。 ドイツ連邦郵便が1990年代にフェッカーハーゲンとバーケの郵便局を廃止してしばらくは各地区で民間のサービス機関が運営されていた。2007年以降は DHL の下請け会社がフェッカーハーゲンで営業しているだけである。カッセル銀行、EG とカッセル貯蓄銀行はそれぞれ支店をフェッカーハーゲンに構えている。 二つの地区の間に、北西ドイツ林業試験所の試験場がある。染色会社林業と並んで、この町の最大の雇用主は、染色会社のハービヒスゼーネである。この会社は1810年に城を買収して、カッセルからフェッカーハーゲンに移転してきた。上官の周囲に徐々に、工場や倉庫を建てていった。1834年に、の炭鉱を買収し、 1865年から生産したファルプコールはカッセラーブラウンとして世界中に輸出されこの企業の拡大に寄与した。その後製品の品種は天然染料、クロム、アエン染料、リトールロートをはじめとするラッカー、印刷ウンクや壁紙染料に拡大していった。現在この会社は合成樹脂の彩色に用いられる。 乾燥岩料の生産に特化している。カッタン採掘ライムハルトの森で、シュタウフェンベルクに次いで2番目に高く、両地区から直線距離で平均5トル離れ、なおかつこの町の長域に属す標高4 7 2 1ルのガーレンベルクでは、証明される限りでは1575年から工業が営まれており、 1842年から1970年までは、カッタンが露天掘りで採掘されていた。この他に、ここでは、古くから染料となるシュミーアコールやバンドが採取されていた。炭の一部は、ラインハルツハーゲン以外の住民にも、家庭用燃料として用いられた。木工業、農林業ラインハルツハーゲンの木材加工業は1882年から創業された。 はじめは大工業として登記されていたが、1920年から何段階もの工程を効率よく処理する製材所が設立された。この工場は当時としては近代的な機械を数多く備えていた。この製材所は、1936年にカッセルとハノーファートを結ぶアウトバーン a 7号線のベラタール橋を建設する資材を納入している。 この頃には他にもいくつかの製材所が設立された。その中に、1910年のバーケの損製造業者や1925年のフェッカーハーゲンの箱製造業者があった。両業者の製品は、ベーザー側の船で、ブレーメンに運ばれた。製造工程で出る、大量のおがくずは、ブリケット製造工場での生産に不可欠であった。その製品は魚、肉。 ソーセージの燻製に用いられた。ファールーク王はこの木材、ブリケットを購入し、クローブと共に用いられて、エジプトの宮殿に良い香りを広げていた。第二次世界大戦後、箱製造業者は、シュレーバーサイエンの園庭製造に転向し、ベルリンで多くの顧客を獲得した。数年後にこの会社は、ヨーロッパのパレット企業連盟のパレット標準化に参加し、 ルドルフ・フォン・ベニヒセンの息子と共に南ヘッセンのニーダーローデンでそのパレット製造を行った。これらはすべて過去のことである。現在、ラインハルツハーゲンには大規模な木材加工業者が一軒あり、角材や厚板を切ったり、高圧蒸気を用いた木材加工を行っている。1980年代末までに農業は完全に背景に退いたが、 林業は現在でも重要性を保っている。2003年以降ラインハルツハーゲンのヘッセンエーリン所ガーレンベルクは約1万3000ヘクタールの森林を管理しており、これにより管理区域の広さではヘッセン州でトップの座を占めている。森林の99.5%がヘッセン州が所有する周遊林で0.5%が町や個人の所有林である。 森林は、10の森林監視区域に分割される。このため、フェッカーハーゲンにもバーケンにも、森林監視事務所がある。ラインハルツハーゲンエイリン所管区には、エイリン管理、森林研究、森林エコロジーための修立機関の研究林がある。ここで行われている研究は、主に森林育成に、関するものである。ラインハルツハーゲンの森林区域にある樹木の17、 パーセントが、多くパーセントがブナ、37%がト、トーセントが、松と唐松である。年間木材伐採量は、約5万8000フェストメートルである。フリートバルト2001年に、ラインハルズハーゲンエリン所管内に、ドイツ発の森の自然相墓地が解消した。この、フリートバルトラインハルズバルトは、個人を収めた壺。 樹木の根元に埋めるものである。フェッカーハーゲンとザーバブルクの間にある、この116ヘクタールの墓地は、ほとんどそれとはわからない。それは、墓地の世話はなされず、自然に干渉しないというコンセプトのためである。水車アムとザーバブルクの1587年の土地大帳にはすでに、フェッカーハーゲンに6基の水車が記録されている。これらは、ヘーメルバッハが和 あるいは製鉄所の上でこの川から分岐するミュールバッハ、川のどちらかで稼働していたものである。17世紀から18世紀には、バーケとフェッカーハーゲンで、さらに水車が作られた。穀物湖、荒引湖、ふすまといった、主力産品生産用のほか、研磨用水車、破砕用水車、ノコギリ引き用水車及び、染色水車もあった。 現存する唯一の水車は、フェッカーハーゲンからカッセルへ向かう修道沿いの、ヘーメルミューレで、集落から西に500メートルの場所にある。この水車は1786年から文献に記録されている。1年後に、クリストフルートビヒランペがこの水車を引き取り、現在もその子孫がこれを保有している。 2006年5月28日に、ラインハルツハーゲンでのアナログテレビ放送サービスが終了し、その翌日から、地上デジタルテレビ放送がこの地域に発信された。ラインハルツハーゲンは、ゲッティンゲント、ホワー・マイスナー送信所の担当地域である。しかし、その受信は、完全に、町内全域をカバーしていない。バーケ全域とフェッカーハーゲンの北部の一部では、 受信障害が起きている。観光業もう一つの経済上の軸足が観光業であるが、これは1989年のドイツ再統一後、ひどく衰退した。ハルツ山地やベーザーベルクラントといったベルリンから、比較的すぐに行ける地に、それまで訪れていた西ベルリンからの下級化客を奪われたのである。 かつては少なからぬ、ベルリニ市民がラインハルツハーゲンに土地を購入し、老後はこの町に住んでいた。町内の宿泊数の推移を示す。数値は延べ宿泊数である。飲食、旅館業ラインハルツハーゲンの飲食業は、長い伝統を有している。1750年、バーケに2軒の飲食店が記録されている。ヘルシャフトリッヒェクルークと、ブラウアークルークである。 フェッカーハーゲンではその特権に基づいて製鉄所でビールが醸造され供されていた。1720年に集落の中心部にあったビール醸造所の上流職人が記録されている。現在20軒以上の飲食店、旅館が数多くの客室と国際的料理や郷土料理を提供している。 フェッカーハーゲンの林間学校用宿泊施設 3km ベーザー川下流にユースホステル、フェッカーハーゲンがあった。これは1956年に、軍庁のシュタンブレンガーの提案に基づいて作られたものであったが、1980年代末に営業を停止し、その後アジールとして使われたが、現在は空き家である。最寄りのユースホステルは、ハンミュンデン。 ヘルマースハウゼン、ゲッティンゲン、バートカールスハーフェンにある。フェッカーハーゲンには、ラインハルトの森の端に1950年代から、林間学校用宿泊施設があり、1972年まで、旧ィーブルク軍が所有しており、その後は、バートピルモントの学校経営者協会が所有していた。現在この施設は、同志のマックスボルン実家学校の生徒府警会が、 運営している。バーケの屋内プールとキャンプ場フライサイトセンター1960年代に、フェッカーハーゲンには温水屋外プールが、バーケには屋内プールが建設され、現在は天候及び季節変化が調査されている。バーケの屋内プールには、独立したコテージを持つ町営のキャンプ場が、編入された。コテージは、フェッカーハーゲンの森の近くにもある。 両地区には、キャンピングカーの停泊施設もある。屋内プール、キャンプ場、コテージ、食堂、ケーゲルバ、キャンピングカー停泊施設を合わせたバーケの施設は、フライツサイトセンターと称している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に採し直接参照してはおりません。ありがとうございます。